あれ中の色はなんか合わせたり、あ、似てる、コーディネートして、怖い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 、上からの線で、またどういうこと。皆さん待ちに待った夏がやってきましたけれども、はい、まだでしょ、まだでしょ、やってきますけれども、これから、うん、これからね、お肌のケアどうですか、うん、大変ですよね。そうですよね、夏が来る前に適切な肌のケアをして綺麗、うん、な素肌を取り戻そうということで、ね、私たちは今回なんでモールス信号みたいな食べ方なの。神奈川のプロに聞いて、うん、あの、はい、ちゃんとしたケアを聞いてきました。私たちは聞いてきました。適切なのか適切なのかリサーチしてきました。はい、それでは VTR をどうぞ。新コーナー、神奈川のプロに聞けミンデレリサーチ、イエーイ。ということで、やっぱりお肌のケアといえば収録の前にお世話になるメイクさんですよね。そうだね、メイクさん、やっぱりお肌ケアのことはメイクさんに聞くのが一番、一番ですよ。行っちゃいますか。行きましょう。はい、行っちゃいましょう。 TVK に突撃。ということは私たちが TVK に突撃。よし、来た、来た、メイク室、メイク室。でも私ちょっと任したわ、メイちゃんに。私違うプロに聞いてくる。じゃあ、じゃあ、わかりました。じゃあ、行ってください。よろしくお願いします。よろしく。ということで、私たちがメイク室に突撃してきます。今、おすすめのお肌グッズって何かありませんかね。肌グッズ、はい、メイクさんです。そうですね、結構夏場も結構乾燥とかするじゃないですか。あ、そうですね。だから僕は一応化粧水とか気かけて使ってますけど、はい、これはしっとりしながら、まあサラサラする感じなんで、はい、まあ、僕も使ってるし、まあ、僕の周りのメイクさんも結構これは使ってる商品ですね。というわけで、これがメイクさんおすすめのお肌ケアグッズでした。そして私は毎回いつもお世話になっているキュートさんに行ってきましたよ。あ、はい、店長さんね、お肌ケアのリサーチしてるんですけれども、お久しぶり、はい、お久しぶりね、おすすめ何かありますか。お肌、飲むとなんか綺麗になるような。あ、もうとりあえずお肌にいいの。お肌にいい、わ、はい、かりました。ちょっとこっちこっち、はい、いろいろあるけど、まずね、はいはい、まあ一応このパッド観点のマッドキテストお肌にいいかなということで、あとね、やっぱりね、うちのおすすめはね、今売れてるのこれかな、センシク、韓国の、まあ、ダイエット素材でもあるんだけど、30種類の、ね、穀物と野菜を取るわけですよ。野菜の酵素で、腸の中を、きれいにする。それから、まあ、いらないものも出してくれる、デトックス効果もあるよっていうやつで、飲むと体調良くなってお肌もきれいになるみたい。はい、じゃん。そして私はミンテレ MC でお世話になった西村さんの突撃しました。こんにちは。まずは洗顔からでしょ。洗顔、はい、私も洗顔で変わりました。見せましょうか。私が使ってるのはですね、来ましたよ、当店っていうですね、あの販売してるアジバンの、あ、本当に石鹸ですね。あ、でもこのあの、なんですかね、粉タイプもあるんですね。洗顔のソープというか、粉タイプ、これがまあ粒子になって粉になって泡立てて、お水でやって、触り心地すべすべでした。洗顔、はい、洗顔するというね、はい、石鹸で顔とか洗えるんですね。そうですね、そうなんですよ。じゃん。お、そしてもう一つのおすすめマスクですか。そうです、そうです、あのパックですね。パック、うん、はい、洗顔とか乳、化粧水とか乳液だけだと、あの水分にお水、顔に、水分が補給されない場合がありますので、そういう時はですね、簡単にパックをして、お肌を鎮静させてからお化粧する、うん、西村さんのおすすめはこのアジュバンの洗顔石鹸とライフセラジェルマスクでした。どうしよう、これは私たちがどれにしようかなって肌のケアグッズみんなで相談してます。溶かして飲むやつなんだ。どれを試していて買おうか。そうそうそう、坂本も知らない、はい、でもこっちみんなで手軽ですよ。こっちの方がいいですかね、調理だし、調理係のね、調理係のみんなこれにしようか。ということで決まりましたね。決まっちゃった、いいと思いますよ。いいと思います。私たちが選んだのは持っている OK ですか。 OK です。よし、じゃあこちらそこは考えてください、いいかどうか。はい、ということでうちらを取りに来ました。うちらを試します。試します。これ試すことになりました。私たちが、私は今日からすいません、ごめんなさい、どんな風に生まれ変わるのかを説明したいから、すいません、本当に怖いですよね。本当にごめんなさい、いや本当にすいません。これいきなりつけたらマジ冷たい、ちょっと
これで15分待ちます。でもなんかちょっとプルンとした感じがします、これは15分にしちゃってどんな風に変わるのか取った時にやっていきたいと思いますので皆さん楽しみにしていてください。はい、それではまた明日おやすみなさい。これはちゃんと毎日続けて、はい、そうです。元の顔に戻りました。見てください、これね、つけてるだけでもすごいリラックスできますよ。すいません、ちょっと後ろに何かっていうとリアルだね。どうかなって肩こつられてあって気づいてない。匂いが多分すいません、そういうのあるのかな。それはなぜかというとこのマスクを使っているからではないでしょうかね。あ、違う、ね、で、はい、町の人にもご協力いただきました。私たちだけじゃなくて、ね、いいですよね。こっちも桃なんですけど、匂いを嗅いでもらったり、セリフを床にいいよって。ようやく1週間経ちました。ではこの状態で15分間経ちます。はぁ、取れました。なんかマスクをしてるとピンと張る、あの顔が張るので、すごいなんかシワになりにくいっていうか、ピンと張ることによって若さ、肌の若さを保てる。やっぱこれ効くぞ。効くのがいいと思う。いや本当に効くぞ。なんかね、水分入ってる感じしますもん。いい効果が発生。他のパックにはなかなか珍しい、まずすごいいい香りがするってことで、さらになんかつけたままあのミストリに行ったりなんかいろいろ動いても全然剥がれにくいっていうのがまあいいところですね。剥がれにくさとすごいいい匂いがする。しかもいや本当に感動しましたもん。夏の香りが両方楽しめる。優雅に使えて幸せですよね。やっぱりつけないのとつけたのと朝が違いますよ。ね、つけた後も違いますよね。全然違う。潤ってるっていう感じがして。この新企画いいね。いいですね。中身が濃いよ。そう、ちゃんとプロに聞いてきたんです、ね、で私たちも実践してやるので、うん、そう、それがいい。検証して、ね、生の声が、そうそうそう、ねえ、うん、そこで私たちが使っていた、うん、久光製薬のライフセラ、うん、ライフセラ、うん、セラライフセラジェルマスク。ライフセラ、もう一回落ち着いて言った方がいい。私たちが使った久光製薬ライフセラジェルマスクをバッチリ紹介しちゃうので、まずはこちらをご覧ください。なんだどうぞ。なんだ、貼るだけでお肌のターンオーバーをお手伝いするライフセラジェルマスク。高保湿が特徴のハイモイストとキメを整えるクリアアップの2タイプが用意されています。久光製薬が長年培っていた密着浸透技術と貼る技術を生かした独自の肌再生プログラムは、肌の潤い補給、ジェルの粘着によるマイルドピーリング、オイルコントロール、この3つの力でプルンプルンの生まれたての肌へ導きます。視聴者の皆さん、このライフセラジェルマスクでストレスのない綺麗な素肌を取り戻すぞ。